はい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。エルニードです。ということで、デスティニー、こちらをですね、今回もやっていただきます。やっと、金星に今回は突入いたします。ということで、ロケーションの設定、謎の人物からの連絡、こちらをやっていきたいと思います。はい。いや、しかしね、今更言うのもなんですけどね、これ今撮ってるの、実はめちゃくちゃ遅いんですよね。一周前のハンターでやっ特て、別な方法を使って、我々の新しい友なん情かもうある程度やりきっちゃって、ちょっと離れてラスアースとかやって、でまたちょっと帰ってきて、あ、そういえばストーリー撮らんといけんかったと思って撮ってるんですけど、この間、ついこの間 デスニーの DLC 第1弾がムービーだ通知されまして、日本円で2000円このコロニーは異ぐ種らいのコレクティブによって気づかれました。するらしいですね。彼らはかつて人類のものよりも古い遺跡を研究していたようです。買います？大崩壊で全て失われたと考えられていたものですっていう感じ。なんか飛んでるね。ティューン。なんかね、金星ってね、なんか竜みたいな敵飛んでんだけどね、あれと戦うことはないっていうね。敵かすら分かんないけど。ないや、とりあえずなんか何もやっていこうかな。龍みたいなやつ、こんなところまで来て、いいのかな。お、上向くと雨がポツポツ。おお、目にかかる。近くにガーディアンの基地があったよ。すげえ、知らなかった。何かわかるかもしれません。知らなかった俺。 今初めて気づいた。いや、ずっとここさ、真上向くことなんてねえからさ。そうなんだ。あったらカメラにね。ほうふーん、すげえ、全然知らなかったわ。痛い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 、めっちゃ削られてる。とりあえず目的地に行きたいのよ、私は。とぅ、シューと。あ、忘れた。さてさてさて、殺しちゃうぜ。オッケー。ではでは、ゴーストさんを展開して。そう。リンク完了。スパローにアクセス。あ、さっき言ってか、これ実は1回クリアしてるから、特にあれだな。破壊不可能で無慈悲で非常に高い知性を持っていて、おまけにテレポートまで可能。めんどくさい。あのテレポートが超厄介なんだよね。27がめっちゃ強いね、この人。復旧させましょう。復旧させましょうしか聞こんかった。しょ、最後。さあ、行くぞ行くぞ。お、サービちゃん、サービちゃん。フェックスセンサーはこの先にあるはずです。あのサービちゃんがね、サービちゃんが厄介なんだよね。今はいいんだけどね。なんで金星にサービちゃんがいるんだよ。よいしょ。これのさ、でっかいやつが、あの地球のストライクだったっけ、あれなんだっけ、あれにいてさ、めっちゃ強くて、初めはめっちゃ苦労したんだけど、途中からただの雑魚とかすっていう、あの感じは未だに忘れられないな。はじめはあれが倒せるのがすっげえ嬉しかったんだけどな。了解。どこだっけ？こっちか。ヒュン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 。痛い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 。ん？死んでる。あ、もういいや、行っちゃおう行っちゃおう、移動しちゃおう。で、さて、お、スーパーチャージ完了。スパちゃん、スパちゃん、スパちゃん。よし、進むか。進もう。とう。ベックスを倒し、おお、なんかすげえな。囲まれているようです。囲まれちゃってるの。座標が示すのはここです。ないじゃない。一体何でしょう。ないじゃない。詳しく調べてみます。何、あの塊が。デーリーリー、え、これじゃないのか。
近すぎたもんね。シュンシュンシュン、うわー、もうちょい。どこでしょう。これはまずい。別です。隠れましょう。まずい、これはまずい。そんなにまずいのか。ふん、ゴーレムぐらいならね、まあ、全然なんてことないんだよね。ゴーレムは、ゴーレムは余裕なんだよね。あ、ゴーレムゴブリンか。ゴブリンは余裕。問題はあいつですよね。あいつミノちゃん、ミノちゃんが出てくるとねしんどいのよね。出てくるか、出てこねえな。ん、敵もいねえけどな。どういうことだ。回収期間が設けられるってことか。シュピーン。あー、ホブちゃん出てきた。ホブちゃん、ホブちゃん。まあこれなら一撃だな。この攻撃力なら一撃で殺せるわ。転送されてる。音がする。ホブちゃん、うわあ、ミナちゃんいる、ミナちゃんが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 いる。あれ、もう俺こいつマジトラウマなんだよな、ミノタウロスって。コイル高いからさ、すぐドゾンゾやれるんだよね。ここのさ、ストライクのさ、あいつだよ、ネクサス、ネクサスの時に何回も後ろから開けやがってさ、あいつすっげえ怖いんだよね。よいしょ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 。しかしあれだな、こう無双してると強いって言われてもな、あれがわかん、実感がわかんというか。ずれてる。違うな。よいしょ。よいしょ。まあ、さっきからずれてるずれてると叫んでおりますが、決して僕はズラじゃないです。まだ。いずれなるとしてもまだズラじゃないですね。そこら辺をね、お仕置きください。ふう。あんまりやれなかったな。残念。あ、敵なかった。もったいない。よいしょ。ワープしちゃった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 。うわ、ワープしてる。おー、びっくりした。やめておくれ。あ、やーやー、光って光って光って。もうこの人大嫌い、この人大嫌い。弾がない、弾がないの。たまないの、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 どうするの、どうするの。しー、えっ、うえい。終わった、終わった。あの状況になったミノちゃんは本当に厄介だ。マジで終わった。これは何でしょう。彼らのものでしょうか。壊れてない、解析可能なものはありません。来たか。したらバカで。お見事ね。どうも。お出ましね。お出ましね。やっぱこの声優が。あまり時間がない。うん。あなたは誰？なぜ我々の監視を？説明する時間も、理由を話してる時間もないの。エクソもね、こいつの顔みたいなあれがあればいいんだけどな。かっこいいよね、これは。一体何を？
気にするな、小さき光よ。私はゴーストです。多くのガーディアンが倒れた。強き者たちが。でも、あなたはここにたどり着いた。ええ、聞こえてる。彼らはここに。私と一緒よ。彼女は誰と話を。わかったわ。私の力が必要よ。だからここに連れてきたの？彼らが我々を連れてきたのよ、ベックス。邪悪さえ忌み嫌う真の邪悪。なんと。ガーディアンではないのですね。そうよ。光の中で生まれてはいない。でも私たちのたどる道が交われば、必ず突破口が開ける。なのこっちゃ。ブラックガーデンのことは知ってる？伝説は知っています。私たちの大いなる脅威は全てそこ、うん、この機械たちが生まれた場所にあるわ。ブラックガーデンを見つけ、中枢を破壊して、トラベラーが力を取り戻すために。じゃあ手伝ってくれるの？私には私の道がある。ブラックガーデンを見つけるには、まずアボー君に会う必要があります。ええ、そうね、小さき光よ。彼らは光と暗黒の間をさまよっている。だけどいずれかの側につくべきだわ。たとえそれが間違っているとしても。どっちにつこうかな。すぐに戻る。てかどっちにつくって決めれる。決めたいよ。持ちこたえてエンジンを切って、発見されないように。いいな、あの転送機能。それでしたいな。どうやってアオー君を見つけ出すの？彼らは暗黒の平原に住んでいます。光が届く限界の地です。凶暴なロボットたちとはここにとどまりますか？いいえ、小さき光よ。やめてくださいやめてください。ここ好きだわ、小さき光よ。はい、ということで今回はこの辺りで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。